若様、リリア様、シルバーを連れてまいりました。ようやく来たか。待っていたぞ。髪がボサボサじゃし、帽子も曲がっておる。どこぞで昼寝でもしていたのか、シルバー。マレウス様、親父だの。おや、そこにいるのは人の子ではないか。お前も僕たちを激励に来てくれたのだな。食べ物も飲み物もいくらでもある。心ゆくまで楽しんでいくといい。あれ、リリアは魔法が使えなくなったから学園を中退するはずだろ。魔法が使えなくなった、学園を中退。リリアが一体何のことじゃ。他の誰かと勘違いしておらんか。この魔獣、何を縁起でもないことを。リリア様に限ってそんなことがあるわけないだろう。うるせえ、耳元で大声出すんじゃねえんだぞ。うん、でもそっか、ここは夢の世界だから。ん、コブン、ここは夢の中だよな。それともさっきまでの方が夢。俺様がわけわかんなくなってきたんだぞ。ここが夢の中だと。面白いことを言う。お前たちも寝ぼけているようだな。シルバーの昼寝に付き合ったのか。僕たち3年は進級したら学外研修に行くことが決まっている。僕は赤竜の国の遺跡調査に、リリアは英雄の国にある魔導補装具の企業へ行くそうだ。魔導補装具って、医療福祉に使われる。あ、おう、そうじゃ。茨の谷は機械文明を忌み嫌う者も多いが、技術を持ち帰れば役に立つことも多いだろう。さすがはリリア様、茨の谷の未来と発展を見据えておられる。おや、リリア先輩、茨の谷に、あの森の家に戻るんですか。ん、無事に卒業試験を突破できれば帰郷するつもりだが、なぜそんなことを聞く。茨の谷はわしらの故郷。お主と暮らしたあの森の家こそわしの終生の住みかよ。どうしたシルバー、顔が真っ青だぞ。まるで悪い夢を見ているような顔じゃ。無理をせず部屋に戻って休め。その通りです、リリア先輩。これは全部悪い夢だ。俺たちを眠りの中に引き留めようとする都合のいい夢。え？おい、シルバー、趣味の悪い冗談はよせ。祝いの席だぞ。冗談ならどれだけ良かったか。何を言ってる。まだ寝ぼけているのか、貴様。思い出せ、セベク。お前が眠りに落ちる前のこと。眠りに落ちる前。リリア先輩は魔力がつき、学外研修を前に学園を中退し、赤竜の国に移住する予定だった。学園のみんなを招いた送別会の夜、マレウス様がご乱心なされてお止めしたが、力を及ばず、あの場にいた者全員眠らされている。何を言っている。若様がご乱心だと。若様は常に冷静沈着でいらっしゃる。そんなことはあるわけがないだろう。シルバー、お前は本当に良くない夢を見ていたようだ。今日はもう下がれ。今ならお前の無礼を許そう。マレウスの言う通りじゃ。何よりわしがお主を置いて遠くに行くわけがない。何も心配はいらぬ。お主が学園を卒業したら、またあの森の家で共に暮らそう。ずっと一緒にな。現実のあなたがそう望むなら、いつまででもそばにいたかった。でも違う。この世界もあなたも全部まがいものだ。シルバー、何を。それ以上戯言を吐くのは容赦はしないぞ、シルバー。
お前、さては冷めている。なぜ安寧を乱すんですか。ここではお前たちの願いはすべて叶うという。マレウス様、あなたはまさか眠らせた者の夢を監視し、干渉を監視、干渉何をバカなこと。統治は王として当然の責任。見守っているんだ。おとぎ話の住人になった俺たちは悪夢に囚われることがない。幸せな夢が永遠に続くように。お願いします、マレウス様。どうか、どうかいつものあなたに戻ってください。親父殿もこんなことは望んでいないはず。聞こえなかったか。それ以上のたわごとはお前であっても容赦しない。シルファー、あいつめちゃくちゃ怒ってるんだぞ。ここは謝っておいた方が。お許しください、マレウス様。元のあなたに戻っていただくためにはもうこうするしかない。シルバー、お主何をするつもりじゃ。貴様、若様に武器を向けるなど血迷ったか。お下がりください若様、ここは僕が